注文の多い料理店。冬のある日、洒落たイギリスの兵隊さんみたいな服を着た若者2人が奥深い山の中を歩き回っていました。肩にはピカピカの鉄砲を担ぎ、お供の2匹の犬は白熊ほどの大きさでした。変だな、この山には鳥も獣も一匹もおらんようだな。何でもいいから獲物を仕留めたいものだ。本当に私は鹿を撃ってみたいな。そいつはくるくる回って、それからどっと倒れるでしょうね。いつの間にか案内人の漁師ともはぐれ、二人は奥深い山の中で迷子になっていました。その上、二匹の白熊ほどもある大きな犬がふらふらっとしたかと思うと、うなり口から泡を吹いて死んでしまいました。大損害だと死んだ犬のまぶたをちょっと返してみて、一人が言いました。まったくだ。もう一人は死んだ犬を見下ろして言いました。ここは気味が悪いな、戻った方がいいな。ちょっと青白い顔で一人が言いました。そうですね、寒くなってきたし腹も減ってきました。戻りましょう。風が強く吹き始めました。山のあちこちで草木がさわさわ、カサカサ、音を立てていました。腹が減ってきた、もう歩く気もなくなった。私もです、あったかいものが欲しいです。振り返ると立派な西洋風の建物が目に飛び込んできました。その看板にはこう書いてありました。ちょうどいいや、入ろうぜ。でもちょっと変じゃないですか、こんな山奥に料理店があるなんて。本当に食事を出してくれるんですかね。大丈夫だよ、西洋料理店って書いてるじゃないか。とにかく入ってみましょう、お腹が減って倒れそうです。入り口に行くと張り紙が貼ってありました。どなたでも歓迎、ご遠慮なく。二人はとても嬉しくなりました。ありがたい、山をさまよい歩いて大変だったけど、ただで食事を出してくれる店を見つけたぜ。そうですね、ご遠慮なくってのはただってことですよね。入り口を開けるとその裏側に別の張り紙がありました。太った方、若い方、大歓迎。俺たち二人は大歓迎ということだ。そうですね、私たちは太っているし若いですからね。二人は大喜びでした。ちょっと廊下を行くと青い扉がありました。変だな、どうしてこの店には扉がいくつもあるんだ。この店はきっとロシア式なんですよ。あの国では寒いところや山の高いところにこんな家があるそうです。青い扉を開けようとするとまた張り紙がありました。当店は注文の多い料理店、ご理解を。こういう店が山の中では人気があるに違いない。そうですね、美味しい食事を出す店は町の中だけとは限りませんからね。そう言って扉を開けました。するとその裏側にまた張り紙がありました。注文が多いですがご辛抱を。一体どういうことだ。一人が顔をしかめました。この店は注文が多いから食事を作るのに手間がかかるということでしょう。多分そういうことだろうな。とにかく食事を出してくれる部屋に入りたいな。早く食卓に座りたいです。ところがまた別の扉がありました。扉に鏡がかかっていました。鏡の下には長い柄のついたブラシが置いてありました。その扉にも張り紙がありました。紳士淑女の皆さん、髪の毛はきちんと、靴の泥は落とすように。客は身だしなみが良くないとな、もっともなことだ。このお店では礼儀作法がきちんとしていないといけないんです。偉い人が来ているに違いありません。二人はブラシで髪の毛を溶かし靴の泥を落としました。ブラシは床に戻した途端ぼーっと霞んで消えてしまいました。風がヒューッと部屋に吹き込んできました。びっくりして二人は身を寄せ合い、扉を開けて次の部屋に飛び込みました。
今度こそと思いましたが、食卓も椅子もありませんでした。また別の扉があり、また張り紙がありました。鉄砲と弾丸はこの台の上に。確かに鉄砲を担いで食卓に着くのは失礼だ。その通りです。偉い人が来ていますからね。今度は黒い扉、また張り紙、帽子と靴は不要。どうして脱ぐんだ。仕方ないですよ、脱ぎましょう。偉い人が部屋にいるんですから。帽子をかけ靴を脱いで次の部屋に入りました。その黒い扉の裏にまた張り紙がありました。メガネ、財布、貴重品等は金庫の中へ。なるほど、大きな黒い金庫が戸が開いたまま置いてあって、扉の張り紙の下に鍵がかけてありました。確かにこういうものは食事とは関係ないよな。勘定は帰るときここで払うんだと思います。二人はメガネを外し、貴重品はみんな金庫に入れて鍵をかけました。少し行くとまた別の扉です。壺の軟膏を顔、腕、足に塗ること。扉の前にガラス製の大きな壺がありました。軟膏を塗るってどういうことだ。外が寒かったから、暖かい部屋の中でひび割れしないようにだと思います。高貴な人がいるのに間違いありません。顔見知りになれるかもしれません。二人は顔、両手、両足に壺の軟膏を塗りつけました。急いで扉を開けました。また扉の裏に張り紙がありました。耳にも軟膏、忘れずに。おっと、忘れるところだった。ここの料理長は細かなところにもよく気がつくね。もうお腹がペコペコです。いつになったら食堂へ行けるのでしょう。二人が歩いていくと、また別の扉に張り紙がありました。食事はあと15分、香水を髪の毛に。二人は扉の前にある金色の小さな香水瓶を手に取ると、髪の毛に香水をかけました。香水は酢のような匂いがしました。この香水なんだか酢のような匂いだな。香水瓶と酢の瓶を間違えたのだと思います。扉を開けるとまた裏側に別の張り紙がありました。注文が多くて失礼。最後の注文、壺の塩を体全体にまんべんなく。塩がいっぱい入った壺がありました。さすがに二人は怪しんで顔を見合わせました。変だ。確かに変です。注文が多すぎる。私が思うに、ここは西洋料理を出すつもりなんかないんだ。罠にかかったやつを料理して食おうとしているんだ。ということは私たちは食べられる。それ以上は言えず、二人はガタガタ震え始めました。に、逃げた方が。二人は後ろの扉を開けようとしましたが、びくともしません。廊下の向こうの最後の扉に張り紙がありました。上出来、ご遠慮なくお入りください。扉には大きな2つの穴が開いていて、そこから2つの青い目がこちらを睨んでいました。うわぁ。1人が震えながら叫びました。もう1人も恐怖で全身震えながら叫びました。扉の裏から誰かのひそひそ声が聞こえてきました。体に塩をこすりつけてないよ。親分の書き方がまずかったんだ。注文が多くて失礼なんて書くからだ。親分は分け前をくれないぜ。きっと何も骨さえもくれないぜ。奴らが入ってこないと俺たちのせいだと言って親分はきっと怒るぜ。呼んでみよう。やあお客さん、早くいらっしゃい。料理の準備はできてますよ。
ナッパの塩もみとマヨネーズを混ぜれば出来上がりです。さあ早くいらっしゃい。二人は恐怖でわなわなと震えながら泣き出しました。さあいらっしゃい。そんなに泣かないで、顔の軟膏が落ちちゃいますよ。主人がナイフを持って舌なめずりしてお待ちかねです。二人はどうにもならない状況に陥り、なすすべがありませんでした。ちょうどその時です。扉が壊れて大きな犬が2匹部屋に飛び込んできました。犬は最後の扉に飛びかかりました。部屋の明かりがパッと消えて、扉の向こう側で大きな物音がしました。誰かが死ぬかのようなギャーという獣の叫び声が聞こえてきました。その瞬間、部屋は煙のように消え、二人は白熊のように大きな犬2匹と野原の真ん中に立っていました。大丈夫ですか？案内人の漁師が近づいてくるのを見て、二人は安堵のため息をつきました。おしまい。